ラジラジです。えー、現在1月2日になりたての午前1時9分です。えっ、ー、と、僕の動画のコメント欄なんかにですね、今、ドル円がね、111円まで上がってる大変だみたいなね、えー、コメントがいくつかありますのでね、えー、今、あの、ちょうど相場展望今年の相場展望を取り終えて、アップロードして、えー、内容チェックして OK っていうところでね、 ちょっと早口だったかなとか思いながらね、<laughs> できるだけ動画短くまとめたいっていうのと、スピーディーに解説してみようと思ってね、ちょっと早口だったかなとか思いながら、えー、今、動画のレ、えーね、ビューを,見,を、えー、見,見直しをね、終えたところなんですけど、そういうあの、奴隷がめちゃ上がってますよって話があるのでね、うん、ちょっとそれについてコメントしておきますけれども、まあ、これはね、あのメインチャンネルに上げる 内容ではちょっとないのかなと思うので、サブチャンネルで取り上げておきますね。で、これ、あの、今、これがね、えっと、いわゆる、世界の株価というね、為替レートなんかを表示するサイトなんですけれどもね、確かにね、111円になっておりまして、えー、検索なんかするとね、今のドル円レートは111円ぐらいですみたいなね、えー、そんな、あのー、表示がね、 出たりももしますけれども今、のそもそも、為替の取引は基本行われていませんのでね、で明日の朝から始まるんで、えー、そこから始まったところでね、えー、多分朝だと思うんです。ちょっと変則的になるかもしれない、証券会社によってはとかね、あとはちょっと変則的になるかもしれないんだけど、うんと朝から始まると思うんで、そこでね、111円だったら、まあ、 ドヒャーってことなんだけど、3円ぐらい高いから。なんだけど、まあ、多分ね、これは、なんていうか、えっと、取引がない段階の気配値じゃないけれども、まあ、要はね、えー、当てにならない値だと思います。今、取引してないからね。な僕も今、111円にね、ドル円の売り差し値してるけど、まあ、役場もちろんしないし、明日の朝は、 おそらく明日のっていうか今日の朝ですね、この後朝の寄り付きっていうかね、取引開始は、まあ、あの、年末の取引を受け継ぐ108円の中盤の値段になると思います。 まあニュースもね、いろいろチェックしてみたんですけど、えー、特にドル円がね、高騰しそうなニュースは今のところ察知できませんでした。僕は何か見落としてたら教えてほしいんですけど、見落とし、だいぶチェックしてみたんですけどね、なかったんで、おそらくね、えー、これは、えー、バグじゃないけどバグかもしれないし、まあ、えー、どっちにしてもね、正式なレートではないので気にする必要はないと思います。はい。 そんなふうに思っています。まあね、わかんないけど多、多分関係大丈夫だと思うよ。うん。ここまで上がらないでしょ。まあむしろ、だから、年始は多分下向きだと僕は思っているんでね。まあ、明日というか、今朝から、朝からね、始まってどうなるかみたいなところですけど、下じゃないのというふうに思っているところです。 この後ちょっとね、えっと、サブチャンネルでライブをね、1時間ぐらいやろうかな、夜中にね、と思っています。ということで、えー、ドル円ね、111円っていう表示になってるんだけど、まあ、えー、取引されてないし、気にする必要はないのかなと。そしてまあ、新年の取引にも多分影響ないのかな、っていうふうに思っています。ラジオ J でした。